2015年4月2日、突如としてこのような書き込みがなされた。初めて出口長文失礼します。毒妹と毒母と縁切りしたというかされたのか。きっかけは小学校時代の同級生に数十年ぶりに会ったから。同級生の幼馴染とは中学から別になり、ずっと会っていなかったのだが、SNS で偶然再会し、お互い離婚歴があることも発覚し、久しぶりに会っていろいろ話そう、となった。会う前に母親には丸ちゃんに久しぶりに会うことになったよと話したが普通にスルーされた。そして丸ちゃんとは久しぶりの再会をし、昔話に花も咲き、また会おうねと別れた。数日後、母親から着信があった。母からの電話はいつも特に出ないようにしてたのだが、たまたま仕事の休憩中で出てしまった。最初は元気なの？って感じの会話で当たり障りなかったが丸ちゃんに会ったよと話したら、横に妹がいたらしく電話を代わり怒鳴り出した。なんで会ったんだ、と。え？となったがもう興奮してマシンガントークが止まらずもう仕事だからと電話を切った。妹は切れると興奮して手がつけられなくなるタイプでその後も LINE で罵倒の長文が40分くらい続いた。内容は、なんで小学校の同級生に会う必要があるのか。中学ならわかるけどありえない。どうせ私のことも話したんだろう？この辺に妹は住んでるよとは話したが、私の個人情報はなすなんて信じられないと。わざわざそんな昔の人と会うなんてお前は友達いないのか？人生失敗しといて恥ずかしくないのか、離婚歴あり。ちなみに妹もあり、そんなことして親に迷惑かけるな反省しろ。などなどの連打長文が届き、私もイラッとしてしまい、もう二度と LINE はしないと返事をしてそれっきり。その後母親からまた電話があり、先回りして妹がもう母親にいろいろ話したらしく。あんた妹にひどいこと言ったらしいわね、親不孝者、頭がおかしいと散々言われ。本当に頭がおかしくなりそうになり、外だったが頭おかしくなったふりして叫んで電話切った。その他小さい頃から妹にはよく私を悪者にすることをよくされてたことを思い出して悲しくなりました。長文ごめんなさい、私から二人に謝った方が良いですか？でももう関わりたくない。それは毒妹、毒親ではなく決まるがいと思います。実家は出てるんだよね。このまま実家に黙って引っ越して、もし今後可能だったら職場も変わって、完全に絶縁した方がいいと思うよ。そんな決まるがいの母親と妹がついてたら、あなたの人生終わるよ。子供いるのかどうかわからないけど、もしいるならそれこそ全力で逃げるべきだろう。関わらない、じゃなくて絶縁するべきだ。法的に絶縁できたらいいけど、日本じゃ無理だから逃げるしかない。切れる縁なら切ってしまえ。雑居すると会いに来たりして面倒だから放置しとけばいい。なぜ謝る必要が？友達付き合いを指図される必要なくない？悪友付き合いとかで心配してってなら話はわかるけど、人生邪魔してネガティブな気持ち植え付けるだけの親兄弟ならいらないかな。親子でも礼儀は必要なし、お互いに不可侵の部分はあるべきと思う。まともな親戚とかいたら、そこに相談して絶縁の支援してもらった方がいい。先回りして妹がもう母親にいろいろ話したらしく、あんた妹にひどいこと言ったらしいわね。その他小さい頃から妹にはよく私を悪者にすることをよくされてたこと。ああ、これ、うちもよくやられたわ。ああいう人たちって、誰か一人を敵認定して結託しないと関係を築けないし、精神のバランスを保てないからな。私から二人に謝った方が良いですか？でももう関わりたくない。その二人に関わっていて、あなたには何かメリットがある？むしろ、デメリットの方が圧倒的に多くない？関わる必要性を感じないのであれば、もう関わらなくてもいいと思うよ。実家から借金でもしてるの？そうでもなければそこまで自分に悪意のある人間と関わりを持とうと思うあなたの心理が怖いんだけど。どっから謝るっていう選択肢が飛び出してきたんだ。怖い。ひたすら怖い。一致です。初めての不慣れな長文にレスくださりありがとうございます。レスの仕方が間違っていたらすみません。昔から親は長女の私には厳しく、何をするにも親が決めた通りの人生を歩まされました。妹は自由奔放、好きなことをやってきた感じで、でも大人になったら妹はしっかりしている、親のことも考えてくれるいい子、その点あんたは、とよく言われてきました。今回なぜ友人に会ってはいけないのかと疑問になりましたが、相談した友人の一人からあなたが悪いとは思わないがとりあえず謝ったら丸く収まるんじゃない？と言われ、謝った方が良いのか悩みましたが、やっぱり悪いことしたわけではないのにという気持ちが自分の中にあって、特に連絡しないでいました。
皆様のレスを読み、やはりもうそのまま母親にも妹にも連絡はしないと決めました。読んでくださった皆様ありがとうございました。何か読んでてイライラする。よくこんな母親に、誰々と会ったとか報告するよな。昔っから母親と妹ってこんな感じなの？学習しないの？一致です。レスありがとうございます。そうですよね。母親は気分の浮き沈みが激しく、いい時は仲良くできるのですが、悪い時はとことん攻めてくるタイプで、ずっと音信不通にしてたのですが、元気なの？とメールがやたら来るようになり、無視すると泣きついてきたりするのでちょこちょこ返してはいました。妹は一年に一度会うか会わないかですが、妹もやはり母と喧嘩する時もあるようで、そういう時は私に連絡して愚痴るといった感じでした。こうなる数ヶ月前に妹が母と三人で食事しようと連絡をしてきて、その時は普通に過ごしたのですが、今回のことは母親に事前にメールで会うことになったと言った時も特に反対もされなかったので、会ったよと話したら元気だったとか普通の会話になると思ったのにびっくりしました。私自身もそういう親でもうまくやっていきたいという希望があったのかもしれません。まず母親も妹も異常だと思う。おもちゃ、所有物扱いで人権尊重してないよね。成人しての友達付き合いに親と妹の許可必要って異常だよ。妹もやはり母と喧嘩する時もあるようで、そういう時は私に連絡して愚痴る。今さっきも書いたけど、常に誰かを悪者にしないとバランスを保てないんだよね。だから、常に誰かをタゲにして、他の人同士で仲良くする。あなたも、妹さんから愚痴られたらうざいと思うと同時に頼られてちょっとだけだけど嬉しいって気持ちはなかった？母親は気分の浮き沈みが激しく、いい時は仲良くできるのですが、悪い時はとことん攻めてくるタイプ。DV 夫とその配偶者みたいだよね。いわゆるハニームーン期とそうでない時を繰り返す。母親と妹に、職場と家の場所って縛れてないなら、メアドと携帯番号変えてネットの非公開した方がいいですよ。数日数ヶ月、数年先に何事もなかったかのように二人から連絡来ると思いますよ。母親も妹も、一気に言った内容もしたことも覚えてないと思う。だから平然と近づいてまた関係を壊す。それに年齢的に、病気な介護だと言い出すのもそう遠くない。あちゃー。子供の頃から妹優遇で無自覚にあんやってるよくあるパターンなら。優遇されてなかったから母親にちゃんと構ってほしい欲求が大人になって余計大きくなる。でも子供の頃に妹優遇してた母親が大人になったからって急に姉に優しくなるわけもなく、寂しい時に都合よく連絡、困った時には都合よく連絡、いびりたい時に都合よく連絡。構ってほしい仲良くしたい子は何の痛い目にあってもホイホイ会いに行く。誰かに指摘されて自覚するまで死ぬまで、永遠に。自分で書いててもうわかってると思うけど、お母さんも妹さんも自分の都合のいい時だけ、使おう、としてるだけで、完全にあなたのこと道具かそれ以下の認識だよね。そんな環境にあなた自身が完璧に順応しちゃってるし、相手もそれをわかっててやってる。理性ではどうしたらいいかもう答え出てると思う。でも感情が追いつかないでしょう。あなたみたいな環境で育った人、みんなそうなるんだよ。例えば結婚なったり、職場なったりをきっかけに親離れできる人もいるんだけどね。親離れしたいか、仲良くできない親兄弟と離れずに言いにくられ続けるか、自分で決断せにゃならん。今のあなたなら決められるはずな。多分母と妹は共依存になってるからきっとけ。よりかかられない状況を作ることを推奨します。じゃないと母親いなくなったらあなたに依存してくるよ。しかも上から目線で。皆様のレスを読んで、本当にその通りと思っております。特にこの方のレスを読んでハッとしました。都合よく使われてるし、私自身も小さい時から母親に嫌われたくない気持ちがあり、母親の顔色を伺って生きてきて、それが癖になっていました。小さい頃母親に DV もされてました。それがあるのか母親に責められると精神的に不安定になったりしました。母親の父、祖父、に小さい頃性的嫌がらせをされトラウマになったこともあり、男性不信にもなりました。母親に大きくなった時やっと話せたことがあったのですが、母は笑ってるだけでした。そしていつも母親はあんたに何かあった時は家族しかいないんだから大事にしろ。妹はいつもそうしてくれていると言われてた言葉も今思い出すと私を悪者にして服従させマインドコントロールする言葉だったのかなと思います。今は幸い一人暮らしで離れた距離にはいるのですが、時間が経ってまた同じことを繰り返すのは嫌なので本当に接触できなくなる方法を取り連絡を断ちたいと思います。皆様のレスでたくさん気づきました。本当にありがとうございました。
典型的な、機能不全家族、じゃないですか。いびつな家族の形を維持し続けるために、資産がずっと利用され続けてきたんだね。そういう人たちには、一切関わらないのが基地。一致さんが無事に逃げ切れるように祈ってる。あんたに何かあった時は家族しかいないんだから大事にしろ。これ、逆だからね。絶対忘れないで。あなたにこの家族はいなくても困らない。また、何かあった時この家族は何もしてくれない。家族、笑い、に何かあった時、お前しかこき使えないからよろしくな。って意味だからね。心に刻んでおいて。これから先、お母さんがあなたに優しく接してこようとする時が必ずあります。何言してもいいです。ではどんな時に優しく近寄ろうとしてくるでしょうか。自分が病気になった時、妹が病気になった時、死んだ時、金に困った時、まあ、そういうことです。優しくされてしまった時に心が動かない自信がないのなら連絡手段をごっそり断つのはいい手段です。どうしたってね、なめなバカだと思っていても揺れるんだ。子供の頃からの心がさ、どう付き合うにしろ感情に負けずに心が迷った分だけ考えるんだ。理性だけで考えろってことじゃないよ。バランスを取ることを覚えるの。心と理性もね。子供の頃の仕打ちで病んでる人というのはどちらか極端に滑ってるから無理して感情を抑え込む必要はないからね。半々くらいで行動できるように心がければあなたはきっと大丈夫。こういう人たちって、〇〇が大事っていう気持ちがいつも優先なんだな。私も人のこと言えない毒親育ちだけどさ。どっかで復帰がないと毒家族は向こうから切ってくれない。人としてどうなの？家族なのに、って悩むけど。本当に自分のことを思っていてくれる家族ならもっと自分を大切にするよなーってどんどん思うようになっていってある日突然あっさり切れるようになるよ。以上で終了です。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければコメントを書いてください。チャンネル登録、高評価もお願いいたします。バイなら。